こんにちは。京都医療専門学校3年生のみっちゃんです。私は高校を卒業して、今は管理栄養士になるために勉強しています。そして私みたいに一人暮らしを考えている人のために、学生マンションユニライフの三宅さんとお部屋のポイントや一人暮らしについてお伝えしていきたいと思います。三宅さん、よろしくお願いします。お願いします。こんにちは、ユニライフの三宅です。本日はこちらの学生マンション、スチューデント永田のモデルルームを見ていただきながら、お部屋探しのポイントであったり、こんなところを見るといいよというポイントをお伝えできればと思います。参考にしていただければと思います。よろしくお願いいたします。それでは早速見ていきましょう。ここオートロックなんですね。そうですね、ユニライフの学生マンションはセキュリティを重視してますので、オートロックがついているマンションは多いですね。さらに防犯カメラもついていますので、安心して過ごしていただけるかと思います。こちらが宅配ボックスです。本来一人暮らしをしていると荷物の受け取りなどが難しい状況になるのですが、ポストに入らない荷物などをこちらのボックスに入れていただくことによって受け取ることができますよ。便利ですよね。私もよくネットでお買い物をするので、お家を留守にしている時ならとても助かっています。どうぞ。どんな部屋かとても楽しみです。それではいよいよお部屋を見ていきたいと思います。お邪魔します。へえ、すごい広いですね。まず玄関入っていただいて、一番最初にシューズボックスがあります。やっぱり一人暮らしでも靴とかが玄関に散らばってたりとかすると見栄えが悪いので、あると便利ですよね。このお部屋はロフト付きなんですね。はい、こちらのマンションは最上階がロフト付きとなっております。ベッドとして使用したり、収納として使用されたりする方もいらっしゃいます。私もロフト欲しかったんですよ。あると便利ですよね。こちらのマンションは家具家電付きのお部屋もあるんですよ。ベッドにテーブル、照明、冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機、そういうのもついてくるんですよ。家具家電揃えるのって結構お金かかりますもんね。そうですね、お部屋出られる際、卒業された際にその家具家電を持って帰る撤去の費用などもかかってこないので、費用的には本当に抑えられると思いますよ。収納も大事ですもんね。そうですね、収納も買おうと思うと費用がかかってしまいますし、収納がないとお部屋が散らかってしまうので、収納があるかどうかっていうのはお部屋探しの時に見ていただくのはチェックのポイントになります。バルコニーがあるかもチェックした方がいいですよね。そうですね、洗濯物も干せますしね。日当たり大事ですもんね。あと窓の方角によって日当たりが変わりますので、その辺はしっかりチェックしてくださいね。 IH コンロなんですね。キッチンもポイントの一つになります。コンロが二口なのか一口なのか、ガスなのか IH なのか、収納がたくさんあるのかによってやっぱり大きく変わってくると思います。特に料理好きの方とかはキッチンをしっかり見ていただく必要があるかと思いますね。そうですよね、自炊が好きな方はやはりコンロが2つあった方が料理もしやすいですしね。自炊ってされるんですか？はい、私は管理栄養士の学校に通っているので、その料理の練習をするためにも収録で自炊はするようにしています。そうなんですね。得意料理ってちなみに何なんですか？最近覚えたんですけど、チキン南蛮を作ることにハマっていて、作りすぎて得意になっちゃいました。すごいですね。ここはお風呂とトイレ別なんですね。そうですね、こちらのマンションはお風呂とトイレが別のタイプと一緒のタイプがございます。まあ学生向けのマンションだとユニットバスの一緒のタイプも多いですけどね。私もセパレートなんですけど、お風呂ゆっくり入りたいのでとても助かってます。やはりセパレートタイプになると家賃が少し高くなりますが、後で後悔しないように選んでいただくのが一つのポイントになりますね。あと大切なのはインターネット環境ですよね。そうですね、4月の引っ越しシーズンとかになってくると、工事の予約とかがなかなか取れなくて、何ヶ月もインターネットが使えないというお話もやっぱ聞きますので。ただユニライフのマンションに関してはインターネット設備が備えられていますので、入居してからすぐに使っていただけるので、工事とか特に費用必要ないですよ。それはめっちゃありがたいですね。お部屋やマンションの設備以外に他にチェックポイントありますか？そうですね、まずはやはり家賃ですかね。月々かかってくる費用になるので、親御さんの仕送りであったり、学生さんのアルバイトの収入とかによって大きく変わってくるので、やっぱ家賃は最初に見ていただく必要があるかと思いますね。あとは初期費用の部分ですかね。最初にお支払いいただく礼金であったり敷金、あとは家具家電付きのお部屋とか選んでいただくと、洗濯機冷蔵庫とかがついているので、その辺の引っ越し費用も浮いてくるんじゃないかなと思いますね。お部屋探しをする前にお家の人と相談した方がいいですよね。その他にありますか？あとは学校までの通学時間ですかね。せっかく一人暮らしをするのに乗り換えであったり、すごく学校まで遠かったりとかすると一人暮らししてるのにもったいないですからね。ちなみにこちらのマンションは京都栄養医療専門学校まで自転車10分で通えますよ。あとは周辺環境ですね。スーパーやコンビニ、銀行や郵便局など近くにあるかはチェックしていただく方が生活される上で重要になってきますよ。あと京都は大学であったり専門学校が多い学生の街になっておりますので、学生向けのマンションが多くとても住みやすいと思いますよ。私も実際京都に住んでみてとても住みやすくて助かってます。
でもチェックポイントがたくさんあって悩みますよね。そうですね、やはり絶対に譲れない自分のポイントっていうのを抑えてもらってお部屋探しされた方がいいですよ。ちなみにお部屋探しされてる時に重要なポイントとかってありました？そうですね、私は主に2つあって、1つは2階以上っていうのと、もう1つはお風呂とトイレの別っていうのにはこだわりました。一人一人こだわりが違うので、いきなりお部屋探しを始めるよりは一人暮らしをされた時のイメージを持ってもらうことが重要になると思いますね。自分にとって大切な条件をピックアップしてからお部屋探しするととてもスムーズですよ。それではここからは一人暮らしや学校生活についてよくある質問に答えていきたいと思います。私も不安はあったんですが、専門学校は同じ目標を持った仲間が集まるし、京都栄養医療専門学校は入学前に友達と話す機会があるので、そこで友達もすぐできたので入学後も安心できました。学生マンションであれば同じ学校さんのお友達も住んでいますので安心できますよ。私は合格通知をもらってから実際親と京都まで来て、ユニライフさんで 3,4 軒いろいろな物件を回ってから決めました。人気のマンションとかであれば満室が多くなってくるので、ユニライフの予約制度などを利用していただければと思います。一般的な費用でいくと、家賃、教育費に踏まえて税金や敷金、仲介手数料、火災保険など初期費用だけでも30万円ぐらいはかかってきちゃうんですよ。でも京都栄養医療専門学校が提携しているマンションを選んでいただくと、初期費用が安くなったりお得な制度もありますよ。最初は初めての一人暮らしで不安もあったんですけど、学校だと先生と生徒の距離が近く、感覚でいうと友達感覚に話せる先生が多いので、授業もとても楽しく、今では家事、アルバイトなど両立して頑張っています。私も一人暮らしで通学しながら国家試験の勉強ができるかなとすごく不安はあったんですけど、学校や就職がサポートしてくれるので今はとても安心しています。京都栄養医療専門学校は国家試験合格率、就職率も高くて、みんなが学んだことを生かして就職しています。私も管理栄養士を目指して頑張ります。三宅さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ユニライフではお店ではもちろん、電話やメール、オンラインビデオ通話でもお問い合わせを受け付けておりますので、一人暮らしを検討されていらっしゃる方はオープンキャンパスや入試の際にご連絡いただければと思います。本日はありがとうございました。いかがでしたか？私は高校時代、地元や友達の元を離れて生活するのにはとても不安はあったんですけど、今は京都栄養医療専門学校で同じ目標を持つ仲間と共に楽しく生活をしています。勇気を出して京都栄養医療専門学校に入学してよかったです。不安や心配なこともあると思いますが、あなたの将来のために一歩踏み出してみてください。まずはオープンキャンパスで学校や学校の近くの環境を見てみてくださいね。待ってます。みっちゃんでした。バイバイ。京都栄養医療専門学校では学生マンションのユニライフと提携し、自宅から通学できないエリアにお住まいの方の進学のサポートもしっかり行っています。学校の近くには充実した学生生活を送るためのさまざまな設備、サービス、セキュリティも安心なマンションをたくさんご用意しています。また各家電付きのお部屋や朝夕2食の食事がついた学生マンションなど、初めての一人暮らしを安心してスタートできる環境もご用意しています。学校のこと、就職のことはもちろん、一人暮らしや学生生活で不安なこともお気軽にご相談ください。お待ちしています。